はい、こんにちは。ありがとうございます。増刷が決定しました。3刷り、初版が1万、2刷り、3刷りが各5000で、累計2万部、本当に買ってくださった方のおかげです。ありがとうございます。まだの方はぜひ概要欄からポチッとお願いいたします。で、まあ、発売2週間でこの数ってのは相当異例な、いい売れ行きだそうなんで、本当にありがとうございます。で、まあ、この増刷ありがとうございますだけじゃなんなんで、問題を1問紹介用意したんですけども、実はこれ、朝の6時半の定期投稿の問題にしようかなと思ったんですね。一応私、自分の中で勝手な基準があって、まあ朝6時半の投稿、まあおかげさまで1100日以上続いてるんですけども、朝の問題は、一応大学入試問題もしくはそれに類する、まあ高校数学を使ったものという基準で選んでいて、で、時々中学入試や高校入試の算数数学で面白そうなやつや、まあちょっとした数学小話は最近ちょっともうネタがないんでやってませんけども、まあ、息抜きのような問題を夜気ままにという感じだったんです、感じなんですが、これ朝にしようかなと思ったんですけど、これただ、まあ、これ素因数分解してくれっていう話なんですが、素因数分解の、この3桁の方の素因数を見つけるのが主眼で、ただ、相方の、まあ、桁数でかいですよね。これ3桁で割ったって、まあ、何桁かある、そのでかい数が素数かどうかは手で計算し、手で確かめるのは無理なんで、まあなんで、まあ、この3桁の素因数を一つ探してくれっていうだけなんで、まあ、息抜き問題と、気軽に取り込んでくださいという感じです。まあただ、これは中学生にはまず多分無理です。で、じゃあこれ、素因数分解の素因数の1個を探し出すのに、まあ数のわざとらしさにまず気づくべきなんですが、この先頭の1ニッパーは2の7乗ですよね。1ニッパーは、2の7乗で、まあ、ずっと0が続いて、まあ、401で、この401の動きは要するに1、2、パに0が1、2、3、4、5、6、7個ですよね。1、2、3、4、5、6、7個と400と1と押すと、これがちょうど2の7乗で0も7個ってことは、これは2の7乗と10の7乗だから、要するに20の7乗ですよね。とくれば、これが400はもちろん2の2乗かけ100なんで20の2乗。で、まあもちろん1は1ってことは、この数っていうのは、20の7乗足す、20の2乗足す1と。で、まあ20を x とすれば、x の7乗足す、x の2乗足す1と。で、これが因数分解できれば、まあ、少なくともなんか1個、まあ掛け算の数のは3つあると。いうことなんですが、じゃあこれ因数分解しろと言ったときに、これ7次式ですよね。で、最高次数の係数1。で、これがもしも、なんか有理数の、こういった因数を持つとするならば、この α の候補は、定数の約数、プラスマイナス1しかないと。で、まあ両方一目ダメと。なると、まあ、これイコール0っていう7次方程式。まあ7次方程式だから、実数解は1個ありますよね。実数解1個ありますが、それが有理数であることはもうないと。どれぐらいですか、大体。検討として。72の法則ってご存知ですか？いつか、昔郵便貯金が、年利 7% だった時に、倍になるのに10年かかるっていうのは、この72って単に、本当は69ぐらいらしいんですけども、まあ、割り切れる数が多いからっていうんで、72が選ばれてるらしくて、この年利を、72を年利で割ると倍になるまでのおよその年数が、およその年数があくまで。当然8や9で単に割り算でいいわけじゃないんですけども、まあ大体そんな感じですよって感じで、7で割ると、まあ約10年で倍になると。もしも年利 8% だったら、まあ9年ぐらいと。なんで、じゃあ、年利 10% だったら、7年で倍になると。何が言いたいかというと、これ 1.1 を7乗すると、ですから、今の法則で言うなら大体2ぐらい倍になると。約ですよ。じゃあこれマイナス 1.1 だったら、ここら辺が大体マイナス2ぐらいで、まあ 1.1 の2乗だから、プラスになって 1.21 と1で、まあ大体0ぐらいになるんで、一つの実数解はまあマイナス 1.1 ぐらいなんだろうな、という感じです。もちろん有理数ではないと。で、じゃあ、複素数、虚数の解を、そんなパッと思い浮かぶのかっていうと、これは私、
まあ虚数外が一つ思い浮かぶ体になっちゃったんですよ。これ思いついちゃうんですよね。っていうのは、何か虚数代入して、で、2乗して7乗して、その虚数が。で、実部がマイナス2分の1とマイナス2分の1で、虚部、まあ要するに強弱な複素数になってくれて、強弱な複素数だったら虚部が消えて、そうするとちょうどゼロになる。そんな都合のいい数ありますよね。1の3乗根。1の3乗根は3乗して1。で、残りの2つの虚数は、まあ、マイナス2分の1と、まあ、2分のルート3i とマイナス2分のルート 3i。そしてこれ、3乗根、1の3乗根は、これがオメガの1乗、オメガの2乗、3乗、4乗、5乗、6乗、7乗ってことは、2乗と7乗でちょうど強弱になってるんで、これの0を満たす一つの値はオメガだと。いうことは、オメガっていうのは x3 乗イコール1の虚数解なんで、x-1、x2 乗プラス x プラス1イコール0で、まあこれで割り切ると。いうことで、これが因数分解できるときの因数はこれと。いうことは、x2 乗プラス x プラス1と、まあ相方はまあ x5 乗で、まあ割り算すればいいんですけど、で、この割り算して、出てきた、まあ途中、マイナス x4 乗かな。まああと3乗と1次ぐらいがあるんですけど、まあ割り算したこの、こっちはもう、実はこれが、x に20を代入した数が素数かどうかは、それは手計算じゃ無理です。で、実際、パソコンで調べたら素数でした。まあで、じゃああとはこっち。こっちは簡単ですね。20の2乗足す20足す1なんで、421。これが素数かどうかは簡単に調べられますね。これぐらいだったら。421なんで、ルートを取ったら、23よりはちっちゃいんで、19までの素数で割り切れなければ素数ですと。で、しかも、確かめるのは簡単ですね。もちろん3はダメ、5はダメ、まあ7も割り算してみてダメ。で、11は足す、引く、足すだから、3なんでダメ。で、13からは、せっかくこれがあるんで、別に実際、まあ13ぐらい割り出してもいいんですけど、モッド13って考えれば、これは、7749足す、あ、こっちじゃない、こっちじゃない。7749足す、7足す1で、これは57だから13じゃ割れないと。で、17もやっぱりこれはモッド17で考えればいいんで、モッド17は、サザンが9足す、3足す1で、これも13だから、モッド17で、17で割り切れないと。で、19は、モッド19で考えたら、1足す1足す1で、これもやっぱり19では割り切れないんで、まあ、19までの素数どれでも割り切れないので、これは素数なんで、まあ、これの素因数の1個は421ですということになります。じゃあ、どうも、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。